川西君を先頭に残りあと1周。1億2500万人のドラッグレースファンの皆様、こんにちは。ザワチャンネルです。大好評いただいておりますザワチャンネルドラッグレース実況動画、今日ですね、皆様にお届けするドラッグレースは、いや興奮がね、冷めやりません。8月19日木曜日、茨城県は、ひたちなか市笠松陸上競技場で、行われました、全日本中学校陸上競技選手権大会男子 1500m 予選3組目、こちらのねレース模様を楽しく、そしてアグレッシブにお届けしたいなと思っております。まあ、なんといってもですね、大注目選手、まあ、先日ね動画の方でも取り上げさせていただいたんですが、こちら、岡山京山中学校川口俊太郎選手、やはりね、石田康介選手が2017年大会でね、叩き出しました大会記録を更新しての大会新記録優勝。もう本当にね、今シーズン、全中、岡山通信であったり、そして、県のね、記録会であったり、そして山口で行われた、全中のその中国大会ですよね。もう出てるレース、ほとんどこれ大会新記録で、こちらね、出場してきているわけですから、そしてやはり圧巻は6月の岡山県選手権、実業団高校生そして大学生勢を抑えての3分、52秒68、中学歴代2位の記録で優勝してるんですよね。もう勢いとんでもないと、いうことで、まあ、ついたとなれば、大会新記録製造機、まあ、はたまたね、もう岡山の怪物というね、異名をね、欲しいままに、しているわけですけれども、やはりね、こちら予選の、川口選手のね、戦いぶりも、しっかりと、発信していかなければならないということで、こちら現在作っております。それでは、第48回、全中大会、こちら男子 1500m 予選第3組目、まもなくスタート、行ってみましょう。さあスタートいたしました、男子 1500m 予選3組目。さあ勢いよくね、ゼッケン15番、黄色のユニフォーム、こちら荒川選手、栃木三島中、こちらがね勢いよく飛び出しましたが、さあ川口選手、まだね集団後方、ちょっと今ポジションを上げてはきておりますけれども、まだまだこちらではね様子を見る形でしょうか。さあいつでもこれ先頭に追いつきますよというねもう自信の表れなんじゃないかなっていう感じはありますけれども、さあ川口選手が、ポジションをね、徐々に上げてきております。もう4番手です。もう4番手まで上がってきまして、300m 通過45秒、しっかりとね 100m 15秒、刻んできております。かなりね早い入りの 400m になるんじゃないかなっていう感じはするんですけれども、さあポジションを上げてきました、先頭は三島中荒川選手、こちらでね、60秒、1分ジャストで 400m。さあかなり速いペース、そして川口選手が現在2番手、トップを走るね荒川選手の後ろにピタリと食らいつきました。しかしね、やっぱりホームからしてもちょっと他の選手とね余裕度がね、さあ外から川口選手、先頭に躍り出ましてホームストレート、ちょっとね、このホームストレートの吹き流しをチェックしてもらいたいんですけれども、かなりね、向かい風なんですよね。しかし、この推進力、これがね、川口選手の強さの要因の一つですよね。さあ、淡々と、距離を消化しております。さあ本当岡山のね通信陸上で見た同じ光景がね、広がってくるかもしれないですけれども、
さあ 800m 通過いたしました、2分6秒、こちら66秒、ちょっとねペースは落ちてるんですけれども、やはり後ろの選手がね追いつけないですよね。この差をしっかりとキープして、まあ、差をね、広げているこの川口選手の単独走の強さですよね。さあまさに角外、さあ後ろをちらっと見ました。その差を確認したんでしょうか。さあ間もなく 1000m、 さあ2分40秒切る切らないぐらいでね、通過いたしましたけれども、さあバックストレート、さあやや風は止んできたか。さあホームストレートからラスト1周の鐘が鳴る。さあギアを切り替えた、伸びやかなストライド。でもやっぱりこうギアを変えてもやっぱりこの力みが感じ取れないっていうのがね、この川口選手の凄さなんですよね。後続の選手はかなりね体全体を使ってこう追いつこうとするんですけれども、この川口選手に追いつけないっていうのがなかなかね、これ荒川選手もかなりこれ頑張ってると思うんですけれども、なかなかこの差が縮まらないというか、これがちょっと川口選手の恐ろしさですよね。さあ 200m、 さあまたギアを一段と、まさに蜃気楼、追いついたかと思えばまたその先にいるのが川口俊太郎の走り。さあゴール見えてきました。ホームストレートに間もなく差し掛かるところ、余裕の表情なのか。やはり全国大会に行ってもこの川口の独壇場は変わらない。さあホームストレート、懸命に荒川選手追ってきますが、さあもう流しに入っているのは川口俊太郎か。ジョグで流して最後ゴール、そして2位以下は混戦。さあ着順を狙おうとスパートをかけた選手がおりましたが、そして倒れ込む他の選手を尻目にひょうひょうとした表情でレース会場トラックを後にするのが川口俊太郎と。いやこの辺りですよね。もうこの過密スケジュールにもねしっかりと対応してきて、いやちょっとやはりね、まあ、別格感がね満ち溢れてますよね。動画の方でもね先ほども言いましたけれども、決勝戦、石田康介選手の記録を塗り替えての、大会新記録で、優勝でね、もう全中大会もう本当、2021年、川口の、川口による、川口のためのねこちら、男子 1500m に、なってしまったのかなというね、感想を抱かずにはもういられないぐらいこうやっぱり圧倒的なね、レース運びなので本当にあれですよ、まあ、僕としては、まあ、川口選手のレースっていうのを初めて見たのが岡山の、通信陸上、だったんですよね。まあ、去年から中2、歴代2位かな、800m で、叩き出してちょっとすごい選手が、岡山また現れたという、ね、情報を聞いてて、まあ、気にはなっていたんですけど、なかなか、ね、そのレースを、見る機会というのがなかったんですが、まあ、7月に、ね、通信陸上を見に行く機会を得まして、まあ、そこでちょっと受けた衝撃ですよね。まあ、あれだけのレースをしてくるわけですから、まあ、その衝撃っていうのはやっぱり、まあ、やはりね、高校総体の中国大会で初めて、倉敷のキプラガット選手を見た時ぐらいのね、インパクト、衝撃をね、僕今受けてます。そして、ありがとうね、まあ、全国大会、全中大会でもしっかりとこの大会新記録で、本当にね、何度も言いますけれども、必ずしもいい条件ではない、まあ、石田選手の時もね、炎天下の中での、レースだったと思うんですけれども、まあ、今回は、気温も高い、そして、まあ、風もあるというところで、結構難しいね、本当、コンディションだったと思うんですが、しっかりと、記録を出してくる、川口選手、本当にね、これからの川口選手の成長ね、もう楽しみで仕方がないなと。いう感じでございます。さあ全中大会2021、男子 1500m 予選第3組目、このような感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。